で、はい、開始ね。はい、早巻きするときはもう、とにかく急ぐならもう急ぐね。もう他のことは何も考えずに、クオリティ落としてもいいから急ぐね。さあ、何本巻けるかな。ちょっともう、1分間に4本終わるの厳しいね。うん、1分30秒で、ああ、3本だな。ああ、ちょっと泥臭いね。ああ、ちょっと負けなかったね。1分間で30秒で3本ね。ちょっと負けなかったね。ちょっと練習は足んないね。わあ、こんなの出てきやがるんだ、ちっきゅう。こんなのが出てきやがるんだ。はい、しっかり濡らすね。はい。はい、いきますよ。はい、2回目。ちょっと手が動かないね、今日は朝からね。ちょっとね、手が動かないね。まあ、30秒だね、もう1分やる元気ない。はい、スタート。ね、あ、失敗。はい。てって。はい、開始。はい、慌てずに。はい。ただね、これ早巻きするときはもう下見てね、手元よりね、ペーパーとかロット見てないと負けないからね、もうこれ、ちょっと1回で、どのロット取るかね、もう急ぐなら急ぐでね。はい。2回シェイプやってるようじゃもう負けないよね。うん。急ぐなら急ぐ。あ、ちくしょ。もうゴム2本ずつ。あ、ちくしょ。3本だね、今日はね。これ毎日やってると4本負けるかな。この手の動きじゃちょっと負けないような気がするんだ。4本は30秒でな。ゴムをちょっと取りやすくしておかなきゃダメかね。はい、もう一回。はい、今度は40ぐらいから始めるか。ちょっとここからだと見にくいからね。はい、で、はい、スタート。ね。こんな巻き方お客さんにはしないよ。いくらこっちはせっかちだってさ。あ？ちょっと失敗した。早く巻くときはね、本当に早く巻かないとね。はい、ちょっと失敗した。はい。いくつから始めたっけ？ちょっと4本巻けないね。ちょっと練習が足んないね。これ汚いから見せたくないけどね。はい。早く巻くだろ。このぐらい早く巻かないとね。やっぱ早く巻けなかったら綺麗に巻けないよ。時間20分という制限があるんだから、20分で余裕で巻けなかったらもう、綺麗に巻けないってことだよね。はい、頑張って練習しようね。なお、もう、じいさんに負けてるようじゃしょうがねえよ、20代の子が。